日は教えて宮西先生です。よいしょ。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私西垣が、大先輩のトレーナーの宮西先生にですね、日頃の疑問であったりとか、不安なことを、どんどん質問をぶつけていってですね、視聴者の皆さんと勉強していこうというコーナーでございます。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、フリーランスについてのお話なんですけれども、今回も、僕の後輩から実は質問をいただきまして、その質問をちょっと拝借してるんですけれども、現在、会社員として普通に働いています。で、将来フリーランスとして活動するために、まあ、僕今フリーランスなんですけど、西垣さんみたいにフリーランスで活動するために今のうちに準備しておくことって何かありますかっていう質問をいただきます。はい、ということで、まあその方は今接骨院で働かれてるんですかね。で、まあ、詳しく聞いてもまだ具体的に、こういう形で独立とか、フリーランスとかっていうのはイメージは湧いてないんだけど、もう今の給料とか今の働き方は長く続かないっていうのを感じてるらしくてですね、なんかしら独立したい、だけど何していいか分かんないっていうね、結構そういう人、治療家もトレーナーの方もすごく多いんじゃないかなと。多いでしょうね、このご時世ね。そうなんですよって思ってるので、まあそこのね、ちょっと一つ助けになるような、ご回答をもらえたらなと思ってますけど、どうですかね、フリーランスになる前に何か準備しておくことってありますか？はいはい、まあ、もちろんね、準備することたくさんありまして、はい、まあ、その中でもね、3つ一番ね、大事な3つよさもお話ししようと思うんですけども、まず第一つ目っていうのが、はい、まず情報です。情報収集力を養っておきましょう。なるほど。これフリーランスになる前にまず養うといてほしいなと。はい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 。いろんな情報で、ね、様々集められる方法をしっかり知っておくと。いうところですよね。確かに、まあもうぶっちゃけフリーランスって何っていうところからスタートして、わかんないことだらけですもんね。謎でしょ、めっちゃ。謎なんすよ、本当に。まあ、僕も今なってみたけど、やっぱなるまで分からんこといっぱいありましたからね。はい。そういう情報をしっかり詰めておいて、フリーランスどういう働き方してるのかなとかね、どういう仕事があるのかな、でどういうふうな稼ぎ方できるのかなとか、まあ、いくらぐらい稼げるのかなとかっていうことをしっかりリサーチしてほしいんですね。素晴らしいですね。これまず大事なことで、はいはい、これ分からずに何かフリーやりたいからやるんだって絶対お勧めしたいですよ、はい、そうですね。いや、なんかね、この専門家として独立とかって、まあまあ漠然とした夢としてはあるじゃないですか、目標として。だけどそのなんか響きだけで、よっしゃ独立するぜっていうのはちょっとやっぱリスクもあるので。そうですね、まあ、今の環境が嫌で 出たいからとか、そんな理由だったら絶対ないですからね。そんな理由っぽかったんですよね質問が。それダメだよはいはいはい、それが失敗するよってことじゃなくてね。そうなんですよね。まあまあ、その質問をくれた彼はね、まあまあ、その僕にその情報収集をしに来たので、偉いと思ったんですけどね。はい。そこでまずしっかり考えられるような情報を集めないといけないと。で、本当にフリーランスになった方がいいのか。はい。それとも、まあ、今の仕事ばかりやったら、じゃあ別の仕事を探したらいいのか。はい。サラリーマンでもいいじゃないですか、別に。にした方がいいのかとかも冷静に考えてほしいんですよね。なるほど。まあ、フリーランスにやっぱ向いてる人、向いてない人っていますから。ね、言い方、考え方で、はいはいはい、これ反対にしちゃうと、もうえらい大失敗になっちゃう本当に。いや、そうなんですよね。えいやーってできるもんじゃないですからね。そうそうそう、本当にフリーランスで活躍してる人見ていいなと思うんですけど、はいはい、まず活躍してる人はごく一部です。本当に活躍してない人は出てこないだけだって出てる人は活躍してから出てるんですよ。まあね、僕らなんか SNS とかバンバン出しますから、もう頑張ってんな、なんかアプリ良さそうだなって見られてんのかもしれないですけど、ね、家庭ごと幸せなと。はいはいはい。たまたま僕らうまくいってる例なだけであって、はい、失敗してる人は山ほどいます。で、辞めてる人いっぱいいます、という現実はあるんです、実際。はいはい、そうですよね。だからそのこともちゃんと踏まえて考えないと、やっぱ安易に出てしまうのはフリーランスとして出てしまうのはよくないかなと。はいはい。もうそれだからたくさん情報まず集めてほしい、そういうことも含めてね、集めていって本当にやれるかどうかを考えるのが大事かなと。まず情報収集力ですね。ですね。まあ、情報の収集の仕方いっぱいありますもんね。まあ、こんな風に人に聞くもそうだし、まあ、YouTube でこうやって見るもそうだし、もうネットで検索したらいっぱい出てきたりする時代ですからね。そういうことを近づけていくことですね。もう徹底して情報収集ですね。はい。まあ、1番目。はい。2番目は人脈構築ですね。おお、なるほど。人脈構築。まあ、情報収集力に今似てるんですけども、やっぱね、知り合いとか。まあ、そういう情報を持っている人といかに繋がっていられるかとか、これも成功が失敗の鍵を握りますので、ね、
客観的にこうやってアドバイスしてくれる人とか、そういう業界のことを話してくれる人、うん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 、っていう人が繋がってないと、やっぱね、まさに情報も入ってこないですし、確かに。あと、まあ、相談もできないですし、うんうん、自分が迷った時とか不安の時とかっていう相談相手なかったら、自分の答えなんか大体間違ってる。そうですね。そうそう、失敗するとしかいかない。はい、成功率も下がっちゃう確率なんですよ。そういう人脈っていうのはいかに持ってるか、うんうん、すごく大事だ。確かに。それも独立する前から作っておくといいですね。いや本当にそのね、なかなかこう会社員として働いてたりとかね、従業員として働いてたらこうフリーランスの人って周りにいなかったりすると思うんですよね。まあでもそこは頑張って人脈作って、ね、いろんな質問できるようになってから独立でも全然悪くないですよね。そうですね。そういう人脈もね、まあその時も行きますし、まあ、独立した後もね、はい、フリーランスになった後も助けてもらって行きますやん、うんうんうん、ちゃんとして対応してればね。本当そうですね。っていうところもできるんで、まあ、絶対人はね、人脈ってすごく大事な要素だと言いますので、この分まずはね、しっかりと、まあ、独立する前に構築して、うん、ね、やっぱり前のね、一つ大事な判断材料にしてほしいなと。そうですね。なんかこうフリーランスとか独立ってなんか一匹狼的なかっこよさを感じてしまったりするんですよ。全然そんなことないですよね。そうですね。じゃあもう一人で自分の感性だけでやっとるじゃんみたいな人いないですもんね。あのね、かっこいいのちゃいますよ、フリーランスって。なんかで、ね、世間そういう目を見てる人多いんですよね。カリスマみたいな。カリスマ的なもんで、自分でバリバリやってますみたいな。そんなキラキラしてないですから、ね。はい、泥臭いことをずっとコツコツ、ね、無限にやっていくだけですよ、ね。そのアリジゴム平らかどうかって話ですから、ね。はいはいはい。いや、三重先生もいろんな人にいっぱい相談されてますもんね、いまだにね。めちゃくちゃ今でも相談してますからね。ですよね。だからやっぱり人も人脈って大事だと思うし、人脈に助けられてです、僕もね。ですね。なんか間違いないんでね。はいはいはい。自分の人に近づいたら、じゃあここまで来れなかったと思ってるんで、やっぱ人って大事だと僕は思ってるタイプなんで。ですね。そういう人もやっぱり越したことないと思う。どんな風に人脈作りましたか？いろいろですよね、出会いってほんとね。うんうんうん。まあ、僕の場合たまたまパースのお客さんであったりとか、ね。ああ、はいはいはい。まあ、あとは本当 SNS 上で繋がっていったりとかね。うんうん。まあ、そういう形で繋がっていきましたんでね。はい、そうですよね。いや、僕もあの飲み会とか、はい、まあ、お客さんも患者さんもそうでしたし、あとセミナーとかもあるじゃないですか。あ、そうですね、そうです。自分がお金払って参加してってね、はい、つながっていくと。セミナーの後の懇親会結構熱いっすね。そうそう、はい、今コロナ禍になかなかないですけど、僕はもう 100% で絶対参加してたんで、ね、そうそう懇親会の方が結構熱い話もらえるんで、懇親会で先生力をいかに取るかっていうね。そういうことです。せっかくアグレッシブさらさなかったんで、はいはいはい。それじゃあね、ちょっと迷った時ですね、なんか SNS で連絡するのも、まあ、まだちょっと気軽じゃないですか。そうそうそう、この前懇親会でちょっとご一緒させてもらった西垣ですみたいな連絡できるので、はい、今からそういうのはちょっと意識した方がいいかもしれないです。そうですね、それでは人脈作りましょう、はい、というのが2つ目です、はい。で3つ目は1年分、まあ、最低限の生活費が賄えるような貯金。おー、なるほど。はい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 。まあ、そこにフリーランスになったかってすぐに絶対稼げないですからね。確かに。っていうのはまず大前提考えてほしいですよね。せめて1年間の、まあ、毎月の生活費分ってありますよ、大体額で、うん、それがちゃんと貯められてるかどうか、貯金ですよね、うんうんうん、っていう1年間の猶予が持てるようにしてほしいなと、はい、で1年間やって無理だったらやめた方がいいと思います。確かにはっきり無理ですから、ね、あ、なるほど、はいはい、才能ないと思うんで、ね、そうですね、1年間やっても生活できればって状態だったらやめた方がいいかなと思いますので、うんうん、そこで判断してほしい。なるほど。だから変に中身貸せないっていうかね、はい、僕の優しさでもあるんですけど、うんうんうん、あの無理なもんは無理なんでってことは冷静に判断した方がいいと思うので、人品を5年も10年も続けるんじゃなくて、そういう方はちゃんとサラリーマンでやった方が活躍できるし、はい、多分幸せになれると思うんですよ。そうですね、フリーランスさんでいかないと思います。はい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 。という、まあ、1年間執行猶予が持ってるようなお金を貯めておくとはいはいはい、そんな3つ目と、まあ貯金があるっていうのもね、あの心の支えにもなります。そうですね、活動する時のね、やっぱね、あのメンタルが焦っちゃうと結構失敗しちゃうんで、うんうんうん、冷静になれないし、確かに確かに焦っちゃうしね、はいはい、怖いっすよ。画面つくなったりもしちゃう。ああ、それ、そのちょっとね、画面つさがお客さんにこう伝わったりするんですよね。そうですよ、これ本当ね、良くないっすね。良くないと思うそういう余裕持つためにはやっぱ生活費最低限ね、はい、最低食っていけると、はいはい、2ヶ月も食っていけるなってくらいの資金貯めといた方が、うんうん、安心して一歩がスタートし切りやすいから。ああ、大事ですね。この3つですね、情報収集力、人脈、1年分の貯金、この3つが僕大事だと思ってます。ああ、いいですね。まあ、この3つがあれば、まあ、まずはスタート切れるんじゃないかって感じですね。そう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 、はいはいはい、スタートアップしたらまずこの3つが大事かなと。なるほど、素晴らしい素晴らしい。
いや、そうなんですよね。なかなかフリーランス、夢はあるんですけれどもね、やっぱり準備をしていかないと痛み見るぞっていうこともありますし、まあ、やっぱりこの準備もかなり努力が必要だと思うんですよね。そうですよね。情報収集もめんどくさいですし、人脈ないとかっていう人も少なくないし、いや貯金できませんって人もいると思うんですけど、いや、それできる努力ないとフリーランスとしてやっていくの厳しいぞっていうのは、僕は3つの要素そこなんですね。感じますね。今フリーランスで必要な要素全部入ってるんですかね。はいはいはい、はい、ます。そうっすね。なんでまあまあそこの努力量がないと、やっぱり間違いなく楽しそうに見えますけど、ハードモードなんで、はい、お仕事としてはそう本当に。なんでフリーランスになるんだったらこれぐらいする努力を、覚悟を持ってた方がいいぞっていう意味も込めての3つだったんかなと、今聞いてて感じましたね。そうですね。だ本当に定時で帰るとか時間決まってるって世界じゃないんでね。ですね。無限ですから。はい、はい。ずーっと仕事です。ずっと考えてるもん。24時間ずーっと仕事です。本当に状況になるってことを、はい、まあ、覚悟してるといいかなと。ですね。ね、なんか自由な時間とか仕事と家庭切り分けでとか言う人いますけど、はいはいはい、これは後々ですからね。はいはい。後々ですよね。本当にそう。最初はそんなこと言ってる場合じゃないです。必死こかなあかんからね、やっぱり最初は。ってことしないと、本当になってね、お客さんついた分しかお金入ってこないですからね。そこを次元で考えていかなきゃいけないんで、やっぱ大変だよなと思うんですよね。ですね。なんで、そうなんですよ。まあまあね、こう、将来を夢見て、いつぞやと思ってる人、たくさんね、この動画見てる方にもいらっしゃるかなと思うんで。まあその夢はぜひ応援したいなと。夢はめっちゃ応援したいです。はい、チャレンジしてほしいなと思います。すごくうまくいけば楽しいですからね。そうですね。はい、なのでまあぜひそういった相談もまたお待ちしてますし、はい、まあまあ一人でね、もうおりゃってやる前にいろいろまた僕らから情報収集してもらえたらなと思います、ね。変なプライドいらないですよ。はい、何聞くもんかとかね、はい、俺自分の力でやっていけんだってプライドはいらないです。はいはい、じゃなくて少しでも成功する確率高いことをやるべきなことが僕は大丈夫です。はい、それがフリーランスの考え方なんでね、うんうんうん、根性とかきらびらかしかじゃないってことは何名も言いますけど、はい、そうじゃないよ。はい、そうですね。はい、なんでまあまあ過去の動画にもたくさんフリーランスについて、そうです、とか、まあ、個人事業主について働くために大事なこととかっていう動画はいっぱい上げてるので、はい、まだそちらもご覧いただけたらなと、はい、思ってます。はい、はい、ということで今日は、フリーランスになるための準備というお話をいただきました、はい、これからもまたですね、質問等あればまたここの動画で解説していこうと思いますので、はい、何か疑問なところがあれば、コメントにいただければなと思っております。はい、はい、ということで今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。さよなら。